プロサッカー選手は多くのファン、サポーターにとって憧れの存在、子供たちに夢や希望を与える立場でもあります。そんな中、不祥事や事件を起こしてネガティブな注目を集めてしまった選手が数多くいるのも事実。そこで今回は逮捕されたことのある日本人サッカー選手6選を紹介します。重原武人。サッカーの強豪前橋育英高校では、後にザスパクサス群馬などで活躍する松下優輝らと共に全国大会ベスト4入りの原動力となった重原。高校卒業後に J1 ヴィッセル神戸に入団し、プロキャリアを歩み始めました。神戸で2年間プレーをした後は、当時 J2 の川崎フロンターレや J1 柏レイソルなどでプレー、出場機会を着実に増やしました。ところが2006年、重原は事件を起こします。川崎市内の女性宅に侵入し逮捕となったのです。これを受けて、当時の所属元だった柏とレンタル先だった川崎は重原との契約を解除、プレーする場を失いました。その後は同年5月に当時 J1 のヴァンフォーレ甲府に練習生として加わり、契約にこぎつけます。甲府では本職のミッドフィルダーではなく、主にフォワードとして活躍。途中加入ながらリーグ戦20試合で5得点を記録し、甲府の J1 残留に大きく貢献しました。甲府での活躍が認められ、2008年には一度解雇された柏レイソルに再加入、日本代表候補にも選出されるなど今後を期待されていました。しかし、またもや重原は逮捕されます。2001年に神戸市内の女性宅への侵入と窃盗をした疑いが明らかとなったからです。後にこの事件は有罪判決が下されました。これにより重原は柏から2度目の解雇通告を受け、事実上サッカー界からの追放が確定。再び J リーグの舞台に戻ることはありませんでした。ちなみにその後は山梨県内において強盗などの疑いにより3度目の逮捕されています。菊池直哉。菊池はサッカー王国静岡県清水市出身。年代別日本代表やフル代表にも選出されたことのある選手です。ミッドフィルダー登録ながら最終ラインを務めることもできるため、所属先のクラブではユーティリティプレイヤーとして重宝されました。そんな菊池ですが、高校時代は清水商業高校でプレー。卒業後に J1 ジュビロ磐田でプロキャリアをスタートさせています。高卒ルーキーながら1年目から試合に絡むことに成功。その後は苦労しながらも着実に経験を積んでいきます。そんな中でプロ生活5年目を迎えた2007年、菊池は浜松市内で15歳の女子生徒にみだらな行為をした容疑で逮捕されました。この事実に磐田のファン、サポーターもかなり失望。磐田からは契約解除処分を受け、日本サッカー協会からも1年間の活動停止を言い渡されました。ちなみに菊池の犯行が明らかになったのは、菊池が女子生徒の自転車のカゴに身分証入りの財布を忘れたためだそう。日本での居場所を失った菊池は同年にドイツ2部のイエーナへと加入。3部に降格した翌年を含め2シーズンドイツでプレーをし、リーグ戦計20試合に出場しています。その後は2009年に当時 J1 の大分トリニータへと加入し日本復帰。大分では見事に結果を残し、後にアルビレックス新潟やサガン鳥栖などで守備の要として活躍、各クラブの J1 残留に貢献しました。そして2019年に現役を引退しています。菊池は逮捕された選手の中では最も息の長かった選手の一人と言えるでしょう。中村隼人。ゴールキーパーとして高校時代は浦和レッズユースで活躍し、年代別の日本代表にも選出されることが多かった中村。高校卒業後はトップチーム昇格こそ叶いませんでしたが、2010年に当時 J1 のモンテディオ山形に入団します。しかし J リーグの舞台ではなかなか出場機会に恵まれず、当時山形の絶対的守護神清水健太の壁を崩すことができませんでした。そこで中村は2014年に J2 の V ファーレン長崎へレンタル移籍を決断。J リーグデビューを果たし、 J2 リーグ戦7試合に出場しました。そして翌年には山形へと復帰。出場機会を伺い練習を重ねる日々の中で中村は不祥事を起こしてしまいます。2016年、男児のわいせつ動画をネット上に公開したとして児童売春、ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのです。パソコンやスマートフォンを使い、動画を共有するアプリで男児の動画を不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしていました。逮捕後は略式起訴となり、罰金30万円の判決が下されることに。また同年に所属元の山形からも契約解除処分を受けています。中村は将来性があり、 J リーグ屈指のイケメンとしても人気がありました。それだけに落胆する女性のファン、サポーターも多かったそう。その後はタイ4部のノンタブリー FC へと加入しています。浦田信久。
浦田は19歳以下の日本代表に選出されたことがあり、愛媛 FC や松本山雅 FC などで活躍した経歴を持つセンターバックの選手です。身長178センチとセンターバックとした小柄ながらも J リーグ通算280試合に出場し12得点を記録。そんな浦田は2018年1月に愛媛県内で乗用車を運転中に歩行者をはね、自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕されています。浦田自身の前方不注意が事故の大きな原因です。歩行者はあばらの骨を折るなどの重傷を負いました。この事故は愛媛から松本への移籍が決まったオフシーズン中の出来事。逮捕後は釈放されましたが、双方のクラブに迷惑をかけることに。松本のファン、サポーターには加入前に悪いイメージを与えることとなりました。釈放後は松本で3シーズンプレーをし、再び愛媛へ。その後は JFL のラインメール青森でプレーをしています。日渕良平。高校時代はベガルタ仙台ユース。大学時代は明治大学でプレーをした日渕は、2017年に当時 J1 のヴァンフォーレ甲府に入団。しかし、ルーキーイヤーである同年7月、東京都内の知人女性に暴行を働いたなどの疑いで逮捕されます。この件は不起訴処分となったため、クラブ側は契約解除をせず、年内の公式戦出場停止処分を科すことにしました。最悪のプロ生活1年目となった道淵ですが、処分明けの翌年には J2 リーグ戦27試合2得点と活躍。この活躍が評価され、2019年には道淵の地元クラブである当時 J1 のベガルタ仙台へと加入します。地元に帰還したことで勢いに乗り、仙台1年目は5得点を挙げるなどの大活躍。クラブの J1 残留に貢献しました。 J1 でのプレーに手応えを感じつつあった道淵でしたが、仙台2年目となる2020年、交際相手の女性タレントに対する傷害容疑で逮捕されます。道淵はもともと被害者に対する束縛が強く、それが事件へとつながった模様。現役中に2度も逮捕されるのは重原同様不名誉な記録です。またクラブ側も逮捕された事実を知りながら一定期間後に試合に出場させていたため問題視されました。結局週刊誌によってクラブ側も把握してなかった悪質な事実が判明し、契約解除処分を下すことになります。成績は下位に低迷し、道淵の問題にも振り回される。クラブにとっても大変なシーズンとなりました。その後道淵は韓国2部のクラブでプレー。しかしここでは彼の過去の行動や逮捕歴を問題視した韓国の女性団体などが猛抗議。これにより半年も経たないうちに退団となります。2022年現在はセルビア1部のクラブでプレー。加入1年目で公式戦35試合に出場し、3得点4アシストを記録しています。本人のツイッターによると、クラブはヨーロッパカンファレンスリーグの予選出場権を獲得した模様。今後は問題を起こさず活躍し続けてもらいたいですね。森本孝幸。森本は東京ヴェルディ1969をはじめ、イタリアのカターニャ、ノバーラなど国内外の数多くのクラブでプレーをした経験を持つフォワードです。日本代表にも選出されたことがあり、若い頃は将来を期待されていました。東京時代には下部組織に所属しながらトップチームに帯同し試合に出場。さらに当時15歳ながらゴールを決め、 J リーグ最年少得点記録をマークしました。このゴールを覚えている方も多いのではないでしょうか。ちなみに2022年現在も J1 での最年少得点者は未だに森本です。その後は何度も怪我に苦しみますが、イタリアのセリエ A や国内復帰後の J リーグなどで毎シーズン最低限の成績を残し続けました。そんな中、パラグアイ1部のスポルティボルケーニョに所属していた2021年、森本は加入して間もない時期にパラグアイで飲酒運転とひき逃げをし逮捕されました。この元日本代表の愚行は日本国内でも大きく報道されることに。これにはファン、サポーターも、森本マジ終わったな、落ちぶれたな森本、など落胆の声を上げました。森本は逮捕後、被害者を救助せずに逃げた理由を次のように話しました。恐怖を感じて現場から逃げた。警察の場所もわからなかった。なんとも情けないものですね。その後は台湾リーグでプレーをしているそうです。いかがだったでしょうか。プロサッカー選手はピッチ内にとどまらず、ピッチ外でも模範となるべき存在。そんな彼らが不祥事や事件を起こすのはあってはならないことですね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。